祭は、中国語漢末期の政治家、儒者、諸家。字は、白。遠州陳流軍魚計の人、蔡宿土の子孫。父は、祭。娘は、蔡縁。重帝は、祭谷。叔父は、蔡室。外孫は、羊球、羊。若い頃から白学で、大夫の小広氏に支持した。辞書、三術、天文を好み。 音律に精通した。高身厚い人柄で、母が病を患ってから3年間、感所に関わりなく自ら看病し、母が死ぬと言おう束の側に立てた。彼の同性は礼にかなっていたため、ウサギが、室の傍らに群れ馴染み、木が反もした。遠近の者たちはこれを不思議に思い、多くの者が往来しながら見入った。また叔父や重邸と同居し、 三世代で財産を分けて暮らしたため、教頭からの義を高めることとなった。官邸の時代、西洋の鼓ごとの腕前を聞いた中将寺らが官邸に報告して、召し寄せようとしたことがあったが、西洋は、旅程の途中で病と称して引き返し、交際を経って、古文を研究して暮らした。県令三年、狂言から、首都府へ昇平された。西洋は狂言から、 花肌系待ちを受け、やがて川平県庁となった後、召されて老中に任命され、議論へ昇進した。当時、儒学の教典は、成立から長い年月が経っていたために正しい文章が失われ、俗世間には誤りの多い文章があるふしているとみなされていた。旧平成四年、西洋は五冠中老将の道打二点、陽子、馬比、議論の長順、半節。 大司令の丹、らと共に、六教の文字を肯定するよう創造した。結果的に霊帝から、御事のリモートが下され、この作業は、採用の辞書によって、落葉王の学ぶ門外に46枚、創始二十万字に及ぶ石碑として建てられた。これは、北平ら設計として、現在でも残石が保管されている。旧平成六年、霊帝が、諸芽符をよくする。 物たちを行為につけようとすると、西洋は政治を取らせることに反対して、時議に合わせ計画に通じた文部の才を用いるように、上表した。しかしこれは帰り見られず、講和元年に大鳥と文学が置かれることになった。同年、漢官の戦後を厳しく直感する風事を立てまつったが、これが創設に漏洩したため漢官の恨みを買ってしまい、抵抗の布告によって、 おじの歳出と、ともごくに下されて、捨てるしとなった。西用の無実をアーレンで冷帝に訴え出た、中条寺の旅行のおかげで、地一等を減じられて、家族ともども、一日肩片軍へ時計となった。翌年退社を受けたが、郷里で、再び観願の親族ともめ事を起こしたため、陽州へ亡命した。滞在は十二年にも及んだ。中平六年。 霊帝の宝魚に伴い朝廷の実験を掌握した唐卓は、採用の功名を聞いて招聘した。一度は、病と称して断ったものの、激怒した唐卓に逆らえず、落葉へ入り、採取に任じられた。間もなく高台に、推挙されて侍御師、餅垣き魚師、少々とわずか3日の間に累進した。その後、 友も軍大将に転任しようとしたところを止められて、自中となり、初平元年には、左中郎将を任され、東卓の王忠し討伐に従軍して、軍の指揮を取り、功績を挙げた。検定の長安戦途に従って、茅や合行に封じられた。東卓は、西洋の災学を重んじて熱く待遇したものの、一人よがりであったため彼の信言に従うことは、少なかった。 西洋はこれを恨めしく思い、また、東卓の終わりの良くないことを予感し、演習に逃れようとも考えた。重邸に相談したところ、君の要望は、常人と異なり、道を行くたびに見るものが集まってきます。これでどうして、己を隠し、何を避けられましょうかといめられたため、計画を中止したという。初平成3年。 唐卓が王院によって中殺されると、不意のことに西洋は外端し、その顔色が変わった。それを見た王院は、西洋に対し、唐卓は国の大族である。君は王神となり、憤りを同じくすべきところだ。それなのに私偶を懐かしみ大切を忘れたのか。今、天が罪を中止したというのに、かえってこれを痛ましく思うとは、まさか君も、 当宅と同じく逆賊ではあるまいなと叱りつけて即刻定常に収監させた。作用は謝罪した上で、刑種足の刑によって死罪を代替し、監視の返還を続けさせてほしいと頼んだ。大尉の馬比をはじめとして、死罪部の多くが王院をいめたが、王院は昔、武帝が芝千葉を殺さなかったばかりに、誹望の書が世に流れることとなった。 要主の左右で灵心に筆を取らせるべきではない。聖徳に益なく、また、私が、その誹謗をこむる元となるだろうと答えた。その後、王院が悔いて、容疑を取り下げようとしたが間に合わず、採用は酷使することになった。去年十一、新種所持は涙を流さないものがなく、また北海国の提言はこの方を聞き、関与のこと、誰と共に正せばよいのだとが異端した。 演習の陳流では、絵画像を描いて、採用を参照した。その文芸は、詩、負、紀、類、名、三、伝授、心、釣り、論議に及び、独断、漢学、釈解、助落、女君、天芸といった著作が知られる。他に、祝文、商標、書記など、およそ104が世に伝えられたと、五感書採用伝は記す。 西洋が収集した漢詩の資料は理学の乱によって多くが失われた。もともとは当館において路職、馬平と共に行われていた。この漢詩の戦法はこのような戦乱と関係者の死去などのために中断されたが、検安年間に入って洋票の手により最後の返纂が行われ、当館漢詩として知られることになった。 五看末の文化人として有名な言語、王さん、道行きなどは彼の文化生である。ありがとうございます。